皆さんこんにちは。ここは霞が関にある法務省です。法務省はかつて司法省と呼ばれており、赤レンガ塔は司法省の本館として使われていました。どうやら今日は珍しいお客さんが来ているようですね。赤レンガ塔はおよそ130年前の明治28年に完成しました。昭和20年に戦争での被害によりレンガ壁とレンガ床を残して焼失しました。その後戦後に改修され、法務省の本館として使用されてきました。平成6年に明治時代の姿に復元し、現在の形になっています。赤レンガ塔の外観は国の重要文化財に指定されています。最初は資料展示室にやってきた施設カメ。普段は公開していないお宝も見つけられるでしょうか。まずは展示してあるものを熱心に見てまいります。そんなに走り回ると危ないよ。おや、施設カメが壁の裏に何かを見つけたようです。外れた壁の裏には平成6年の赤レンガ塔復元工事に携わった人たちの名前がありました。他にもお宝を見つけたようです。布には4人の騎士が獅子狩りをしている文様が描かれています。この文様は奈良県の法隆寺にある色獅子狩文金という織物にとても似ています。色獅子狩文金とは大昔大陸からもたらされたといわれる国宝に指定されている織物です。昔の法務省の写真が載っている本で調べてみると、法務総裁という今の法務大臣にあたる人の部屋に飾られていたことが分かりました。法務省で一番偉い人が座る席の正面にあったんですね。お宝を見つけてウキウキの施設カメ。おや、また何か見つけたようですよ。施設カメが赤レンガ塔の外に飛び出しました。この灯籠と庭石は大岡越前の屋敷に置かれていたものです。では大岡越前の紹介をしますね。大岡越前はおよそ300年前の江戸時代中期に奉公として活躍しました。江戸幕府第8代将軍徳川吉宗の下で火災対策や治安の維持、交通の整備や物価の安定など江戸の町のさまざまなトラブルの解消に努めていたようです。
灯籠と庭石は、明治時代に赤レンガ塔を建てる際に大岡越前の屋敷の跡地から現在の場所の周辺に移されたと伝えられています。ただなぜ灯籠と庭石が法務省に移されたかは分かっていません。施設亀と見つけたお宝たちはいかがでしたか。今回ご紹介したものは一般に公開しておりませんが、法務省赤レンガ塔の見学は随時受け付けておりますので、ぜひ見学に来てくださいね。